ヒデさんのドアです。緊急入荷いたしました。先日紹介したウィング S さんの LED 電球付きクリップランプスーパールミネ X60 ですね。ルミネ X っていうのが4800ルーメンで、この新型っていうのが6600ルーメンということで、大人気ルミネ X の 40% アップというスーパー商品がやっと入ってきましたね。5月発売って言われてたんですけどね、7月になっちゃいましたが、ようやく入ってまいりました。商品の説明っていうのは前回の動画で長々と話してますんで、もしよかったら概要欄に貼ってありますんで、そこをご覧くださいませ。で、私前回の動画の時に紹介したのはこの替え玉だけ、おしゃべりしてました。なので、今回製品として物が入ってきたので、ちょっとですね、不明確だったところですね、その辺をちょっとお伝えしようかなと思いますんで、ちょっとお見せしましょう。はい、というわけで、まあ、ギミックこの辺は全然一緒、前回と一緒ですね。皆さんが気になってましたコンセントのそのメス口、ついてないのかなって思ってたんですけど、やっぱりついてないですね。なし、残念でした。で、このクリップの角度の感じはこうでしょ、まずこうですね、ここまで行きます。で、回転に関してはこう結構固めのカチカチカチってタイプで、まあ、好きな角度で使ってください。ここのアームのこの強力さっていうんですか、これは前回ルミネ X と一緒、かなり強烈ですね。で、まあ、今回新しく装備されたっていうこのマグネットですね。これが、まあ、必ずこの向きか、この向きでつけろっていうのがここで指示として書いてありますので、これお気をつけください。ちょっと磁石の力、磁力か、この辺を見せましょう。はい、で、ちょうどここに今、鉄の棚があるんで、いきますよ。はい、この、音でお分かりいただけますでしょうか。お分かりください。かなり強烈っすね。ですね、はい。というわけで、非常に強力なマグネットがついてますんで、まあこれがね、いくら先端が重いからといって、まあ、これで落ちることはないんじゃないかなと思います。まあね、なんか砂とか食っちゃってる場合は磁力に関係するかと思いますんで、まあ必ず綺麗な状態で、鉄板の面の部分ですね、面の部分にちゃんと、くっつけてちょうだいという感じになると思います。はい、というわけで、まあね、ちょっとこういう言い方するとあれなんですけど、本物の、まあ、ウィングエースさんの、スーパールミネ X60 ですね、これが入ってきました。よかったですね。というわけで、オンラインストアに早速並べましたので、お早めにという感じでよろしくお願いします。以上、ヒデ下の動画でした。ありがとうございました。